奈良クラブは、日本の奈良市を中心とする奈良県全域県を、ホームタウンとする、日本フットボールリーグに所属する、サッカークラブ。J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。1991年、初代監督、山口浩二を中心に都南クラブ創設。1997年に、奈良県リーグ一部に昇格。2008年、チーム名を、奈良クラブに改称し、 奈良の枕言葉、青によしに由来する、青と赤を、クラブカラーとした。関西府県リーグ決勝大会で優勝した。2009年、関西サッカーリーグ2部に昇格した1年目で、優勝を果たす。橋垣戸光一が、リーグ MVP とベスト11、梶村拓が、ベスト11、畑中俊一が、新人王とベスト11を獲得。2010年、 サッカー部門にジュニアチームを設立。また、クラブのサポート体制の確立のため、スペインの FC バルセロナに代表される、阻止を制度を発足させた。2010年3月29日、奈良県から特定非営利活動法人の認証を受ける。2010年、関西リーグ一部で4位の成績。畑山俊一がアシスト王とベストイレブンを獲得した。 2010年12月1日、近鉄奈良駅近くの角り町から、伊佐川神社近くの北向かい町に移転した。2011年2月3日、横浜 F マリノス元コーチの吉田悟が就任。関西リーグ一部で優勝。第35回全国地域、サッカーリーグ決勝大会は1次ラウンドで敗退した。2012年、 かまたまあれさぬきもと監督の八重田佐を監督に迎えたが6月30日の休設終了後に辞を表明7月3日付で辞任した GM の矢部次郎が監督代行に就任リーグ戦は2位天皇杯は2回戦でセレッソ大阪に敗れる KSL カップで優勝した12月19日事務所を西急上町に移転した 2013年9月17日、J リーグ準加盟クラブとして承認された。10月15日、J3 クラブライセンスのスタジアム基準を満たさない。ことより2014年の J3 リーグ入会は、ならなかった。また、申請していた、日本フットボールリーグ入会も叶わなかった。2014年、横浜 FC 元コーチの中村厚史が監督に、就任。 関西リーグ一部で3年ぶりに優勝。また、第38回全国地域サッカーリーグ決勝大会も優勝した。12月10日の日本フットボールリーグ理事会で JFL 入会が承認された。2017年、事務所を新連長に移転した2018年の天皇杯2回戦で J1 の名古屋グランパスに PK 戦で一度は勝利したが、その後に、 審判の競技規則的大ミスが発覚。PK 戦やり直しが行われ破れた。2018年11月26日、新シーズンに向けた新体制を発表。運営母体を新設する株式会社ならクラブに移管し、代表取締役社長にクラブスポンサーでもある中、河正奈々商店会長の13代、中川誠七が就任。 NPO 代表の矢部次郎は代表取締役副社長に就任し GM としてポルト大学大学院在籍中でイングランドとポルトガルのプロクラブ株組織でコーチを務めた経験を持つ林茉樹が就任することが発表された。なお、NPO 法人は育成部門の運営を行う。2019年12月7日に2015年から2019年の ホームゲームの入場者数を水増ししていたことを明らかにした。J3 リーグ加入に必要な年間入場者数を満たすためとされているが、日本サッカー協会からクラブ及び社長に対する処分が課されたことを受けて、中川は社長を辞任した。2020年1月30日には J リーグから解除条件を伴った J リーグ100年構想クラブの失格処分が、 下されている。同年6月23日に失格処分が解除された。2020年にならクラブユースが設立。2021年に U-15 の鹿や雫がトップチームの練習に参加しました。2021年に西田塩が2種登録された。ホームスタジアムはロートフィールドならである。その他の開催スタジアムは可表を参照。 入場者数水増し問題2019年11月29日にあるサポーターが SNS に投稿した写真によると入場者数を水増ししていたとの指摘があり奈良クラブが調査したところ2015年の JFL 昇格当初から常習的に入場者数を水増ししていたことが分かった水増しした人数は2016年度までは 資料がないため不明だが、2017年以後は、実際の入場者数と公表された、公式入場者数とは異なる人数を発表した。各年度の1試合平均の人数祭は次に示す通り。水増しの方法としては、実際には入場者としては見なされていない人物まで、入場者としてカウントするとともに、最終的に集計された数字を水増しして、 公式入場者数としてカウントされた。特に J3 リーグ昇格に際しては、原則として1試合平均2000人以上、1年間で3万人以上動員をすることが審査で求められており、なるべく多く見せたいとする気持ちから、徐々に水増しが状態化されたとしている。特に2019年度のシーズンは、開幕2試合で入場者数が伸び悩んだ影響で、 水増しを繰り返したとされる。これを受けて、奈良クラブでは、今後再発しないようにするためとした、防止策を取りまとめた。それと共に、代表取締役社長、中川正奈の報酬1年間全額返上と、全代表の矢部次郎に対しても、報酬1年間3割減とする懲戒処分を行った。その後、日本サッカー協会裁定委員会による、事情聴取を行い、 12月26日に同協会から以下の懲罰処分を科すことを決めた。2020年1月30日には J リーグから J リーグ100年構想クラブの失格処分が下された。ただし以下の解除条件をすべて満たしていることが J リーグの理事会で判断された場合には処分が解除されるとともに翌シーズンの J3 クラブライセンス申請が可能になる。 その後、失格処分は6月23日に解除となり、2021年度、J3 ライセンス申請が可能となった。ありがとうございます。